私にはずっと気になっていることがある。あの日、お姉ちゃんはどうしてこの絵を私にくれたんだろうか。ごめんね、休みなのに急に仕事振られちゃって。あ、大丈夫、そんな待ってないよ。こないださ、娘との食事に来てくれてありがとう。彩香すっごく喜んでたよ。そう、うん、よかった。それからさ、ご両親への挨拶なんだけど、いつ頃がいいかな。そのことなんだけど、やっぱりもう少し先にしない？え、急にどうしたの？そのもう少し時間をかけたいっていうか、私直哉さんのことも彩香さんのことも好きよ。だけどこれから一緒に家庭を作っていくのに焦ってダメにしたくないっていうか、なんて言えばいいのかな。そっか、うん、分かったよ。買って行ってごめんなさい。いいんだよ、僕こそせかしてごめんね。また今度ゆっくり話そう。ありがとう。ちょっと、なんでいんの？おいしそう。てか、どうやって入ってきたの？実は、この前来た時にこっそり作っちゃいました。心配するじゃない。ちゃんとメモ残してきたでしょ。そういう問題じゃないの。夜になっても帰ってこないし、電話にも出ないし。電話は充電がなくなっちゃったの。もういいわ、さあ帰りましょう。もうちょっとこっちにいる。何言ってんの。やりたいことがあるの。用事が済んだらちゃんと帰るから。ねえねえお姉ちゃん、一日だけでいいからいさせて。お願い。エリーナ、もうこれ以上わがまま言わないで。マナミ、これ以上わがまま言わないで。帰りましょう。なんでよ、いいから。かけないでよ。分かった。一日だけね。それ以上はダメ。いいの？ありがとうお姉ちゃん。いいって。ありがとう。実はね、
エリナ最近様子が変で心配なのよ。突然フランスへパン屋の修行に行くって言い出し。フランス？そう、一人でどんどん準備進めちゃって、やりたいことは応援してあげたいのよ。でもずっと引きこもっていたのに一体どうしちゃったのかしら。まあでももう18だし、あまり心配することないと思うよ。だといいんだけどね。ごめんね、まさか来るとは思わなくてさ。会いたくなかったよね。そんなことない。あ、そう？お姉ちゃんってお母さんと仲悪いって思ってた。ちょっと苦手なだけ。ていうか何しに来たの？それは言えない。わけは言えない。お姉ちゃんに言っても分かんない。お父さんを知らずに育った私の気持ちなんか。見つかんないの。ここにあんのよ。ちょっと何してるの？待ちなさい待ちなさい。もしもし。遅い時間にごめんね。実はエリナがまだ帰ってなくて。え、帰ってないの？電話はつながってたの。まだ東京にいるって。でももう3日だし、今日は全然連絡がつかなくって。ねえ、まだそっちに行ってない？ねえ、これ覚えてる？何？幼稚園の日記。押し入れから出てきたの。ここ読んでみて。3月23日、今日タイムカプセルを埋めました。とても大切な家族の宝物を入れました。お父さんとお母さんも楽しそうです。すごくない？タイムカプセル埋めたって。ねえ、それにここお父さんもいた。一緒に家族の宝物埋めたんだって。もしかしてこのために東京に来たの？うん、あちこち探してるんだけどまだ見つからなくて。エリナ。何？信じらんない。
何度も言ったでしょ、お父さんは出てったの。あんたが3歳の時、私が9歳の時。家族の宝物なんてどこにもない。こんな日記間違ってる。お父さん来たかもしれないじゃん。あんたは覚えてないんだよ、みんなが一番苦しかった頃。お父さん出てっていろんなこと我慢して諦めてようやく落ち着けるってのに、こんな日記突きつけて。お父さん来たんでしょ、家族の宝物って何すごくないって。どうしてそんなことが言えんの。もういい加減にしてよ、バカなことすんのは。お姉ちゃん、やっぱり私のこと嫌いなんだね。お姉ちゃんがせっかく家族を3人で作り直そうとしてたのに、私が引きこもったせいで台無しにしちゃったもんね。でも私はみんなが無理して家族してるって感じが嫌だったの。なんとかしたかったけど、もうどうすればいいか分かんなかった。だけどね、これ見つけた時にやったーって思ったの。なんでかよく分かんないけど、これ見つければ私たちまたちゃんと家族になれる気がするの。ねえ、ちゃんと見て。そんな気しない？私家族バラバラのまま家を出たくないの。お姉ちゃん、最後のわがまま聞いて。何言ってんの、もうわけわかんないよ。お母さんに電話して、お願いだから。もしもし。ああ、遅くにごめんね。どうしたの？いや、この前少し様子が変だったのがずっと気になって、もしかして何か悩み事があるのかなって。あの時はごめんなさい、ちょっと疲れが溜まってたの。そうか、あんまり無理しないでね。うん、ありがとう。あと一つだけ、もう隠し事はないよね、僕らの間に。君が僕を受け入れてくれたように、僕も君を信じてるから。直也さん、私ちゃんと家族になれるかな。え？うん、電話ありがとう。今どこにいるの？お姉ちゃん、やっぱりあのタイムカプセル見つけなきゃダメなんだよ。私見つけるまで家には帰らないから。
エリナ？エリナ？ねえねえ、お姉ちゃん遊ぼう。お絵かき？これ何やってるの？あれ、あなた、こないだの。何やってるの？答えなさい。もしかしてエリナちゃん？あなた、鈴川エリナちゃん？懐かしい。あ、そうだ、お姉ちゃんに渡したいものがあるの。ちょっとここで待ってて。待っててね。またね。エリナ、姉ちゃん、勝手なことしてごめんなさい。まなみちゃん、さなえ先生、すっかり大きくなって小学校の担任の先生だったんでしょ？うん。でもどうして？そこでね、偶然会ったのよ。学校帰りにまなみちゃんとよく遊んでた妹さん、いつも持ってた絵日記がちらっと見えてね、10年以上前の記憶だけど、もしかしたらと思ってね。それからね。はい、これ。え？タイムカプセルに入れたでしょう。卒業式の時にみんなで校庭に埋めた。まなみちゃんすぐに引っ越しちゃったから、掘り起こした後も送り先が分からなくて、私がずっと預かってたのよ。そうだったんですか。ありがとうございます。うん、もう渡すの無理だと思ってたけど、不思議な巡り合わせってあるのね。
ねえねえお姉ちゃん遊ぼう。お絵かき？うん、明日ね、タイムカプセルに見えるの。タイムカプセル？宝物をずっと入れておく箱のことだよ。じゃあ私も書く。いいなあこの絵。あげよっか。いいの？その代わり絵日記と交換しよう。たまには私のわがまま聞いてくれてもいいでしょ。ありがとう。お姉ちゃん、ちゃんと持ってる？大丈夫、持ったよ。お金は足りてるの？全部あるよ。何も言ってくれないからもう。はい、お母さん。うん？わがままばっかり言ってごめんね。今回はわがままじゃないでしょ？行ってきます。行ってらっしゃい。大丈夫か？花火、お返事してくれよ。